はい、こんにちは、松崎です。先進会の松崎康明です。さあ、で、公認心理師の合格発表ありましたね。合格なさった方、本当におめでとうございます。あれだけの試験をきちんと合格した、それは本物でしょう。その、なんていうのかな、心理学を、まあ、大学院を経て学んできたような方、もうその方々からすると当たり前なのかもしれませんが、その合格して当たり前と言われてる中での試験もなかなかプレッシャーだったでしょうに、これってまあ看護師国家試験、医師国家試験も同じことで、それが決して容易ではないこと、よく知ってます。さぞプレッシャーだったでしょうにね。本当にその学んできたことが形になった瞬間と言えるでしょう。そして G ルート、滑り込みの G ルート、まあ 5G と呼ばれてた5回目の最後の G ルートだった方、本当ね、間に合いましたね。ね、きっとね、なんで早くもっとやっとかなかったのかしらとかね、思いながら、まあでも人間そんなもんなんだろうなと思いながらやってたんでしょうね。本当お疲れ様でした。この資格、その心理学の国家資格としては、本当ね、昨年も言った気がしますけども、まあ我々医療の立場からすると病院にいる人って、ほとんどね、国家資格持ちなんですよ。お掃除のおばさんとかまた別ですよ。会計の人とかね、そういう事務の人はまた別ですけども、そうでなくて、本当に医療に携わる患者さんに直接関わるような人、医師、看護師、言語聴覚士、理学療法士、精神保健福祉士、もっといろいろあるな。うん。という中に、様々な資格、準看護師は、まあ、国っていうよりは県が認めるんだけど、基本的にはこうほとんどが国家資格、ね、そこに皆さんが公認心理師を手に仲間入りでございますよ、ね、そのね、第1回第2回第3第4第5この5年間心理職がやっと資格、国家資格を持ってやってくるぞ、やってきたぞという喜びが私自身にはあります。本当に喜びでいっぱいです。皆さんに本当に、なんていうかな、教員だって、養護教諭だってそうですよ。ね、医療じゃなくても、いろんな業界、国家資格ってね、やっぱ大切なんですよ。ウェルカム。歓迎いたします、皆さんを。いやー、そして、まあ、ここまでの勉強って、まあ、国家資格じゃないや、国家試験を受験するにあたって必要な勉強を、ね、もう、自分の、勉強のために自分の受験のためにやってきた、決められた内容を自分のためにやってきたという勉強、結構ね、窮屈だったりプレッシャーだったり、いろいろなんか興味もないのにこれもやんなきゃいけないのかみたいのもいろいろあったと思います。しかし、ね、本当に医療系の国家試験を受験した人、毎回みんな思ってるんです。これしかし、ここから先、これね、ゴールじゃないですからね。こっからスタートですからね、皆さん。ね。その、医療というものに参加するチケットを手に入れたようなものですからね。こっからですよ。ね。こっからは、決められた内容を自分のためにやるんじゃなくて、学んだことが人のためになっていくんです。どんどんと。そして、何を学ぶかは、皆さんが考えていく。決められた内容を自分のためではなくて、自由な内容を人のために学んでいく権利があり、そしてそこには責務があるんです。ぜひこれからも学び続けてください。ね、その公認心理師の受験にあたって、私の YouTube チャンネル、たくさん見た人がいるっていうふうには聞いております。そして、こっから先、まあそのね、なんか再生リストの端から端まで見るみたいな見方は、もうしなくていいはずです。ただし、何か、まあ、業務の中で、いろいろ感じたこと、疑問に思ったことあったら、また見に来てください。その時に、私の動画がきっと役に立つのは、皆さんよくご存知でしょうから。いや、本当に、なんだろう、卒業した母校を、ちょっとふらっと遊びに来るつもりで、また見に来てください。というか、こっからですからね、勉強はね。私も学び続けたいと思います。もう精神科医、ね、精神保健していいとかも持ってるけど、そこから先学び続けたいと思いますし、皆さんも一緒に学んでいきましょう。かな。
というわけで、本当に合格された皆さん、本当おめでとうございました。お疲れ様でした。